こんにちは、こんばんは。新年明けました。今年もよろしくお願いします。つとむにきです。さて今回はこちら。はい、こちら、バックパックになります。やっぱ表面荒いっすね、わらわら。まあいいや。ユニコーンからモデリングもだいぶ改善されましたね。NTD のバックパック。これを同じ人が作ったとは思えないですね。かっこいい。ちなみにサーベルも取り外しできます。ミライトを買ってみたので今度サーベルでも作ろうかな。ということでですね、バックパック作っていきますが、今回は機構の解説しながら組み立てていこうと思います。組み立てとかいいから動いてるとこだけ見せやがれこの野郎って人は6分ぐらいまで飛ばしてください。早速やっていきましょう。まず真ん中の、ここから組み立てていきます。パーツ点数めっちゃ少ないので、すぐに組み立て終わるんですけどね。上のパカパカ開くところのフレームとサイコフレーム部分をくっつけます。いつも通り M2 のネジで留めます。ステンレスのネジを使って、黒一色にならないようにちょっと工夫してみてます。あれネジが入らない？もしかして設計に、ああ入った入った。穴位置ずれてるかと思いましたわ。ここのパカパカ開くところって何の役割があるんですかね。きっとコメント欄に答えが載っている気がする。他人任せ。長いのでカット。本体パーツと合わせたらこうなりました。こんな感じでパカパカします。ここに使用するモーターは 3.7g の RC サーボですね。一般的な電子工作とかだと 9g サーボが多いと思いますが、このスペースにつけるにはほんのちょっと大きかったです。ということでつけれましたので動かしていきましょう。ここみたいに駆動部に一つずつモーターつけれたら楽なんですけどね。30分の1スケールだと小さくてそういうわけにはいかないのが辛いところ。まあこんなもんですね、はい。次はビームサーベルのところを組み立てます。機構がどうなっているのか説明しながらやっていきますね。まず、中にモーターがあるのですが、そこからクラウンギアで動力の伝達をしています。クラウンギアで軸の方向を変えてるわけですね。ここにスラスター部分のフレームをつけたら開閉動作ができるようになります。はい、できました。パタパタ動いて可愛いですね。この辺はシンプルな構造。さて、ここからサーベルをぐるんぐるん回す機構を組み立てていきます。ここは外装に機構を溶け込ましながら作るのが大変でしたね。はい、このパーツはバックパックのこの部分。この中に歯車を入れます。モジュール 0.5 で波数16の歯車なので直径がだいたい8ミリですね。入れました。次はこのパーツ。これはサーベルが刺さってるところですね。ここにも歯車をつけてます。これは 3D プリンターで一体成形で出力しています。こちらも入れました。こんな感じで回したら連動してることがわかりますね。大きさが割とギリギリ。この部品とメインのフレームを組み合わせるのですが、メインフレーム部分の方にはクラウンギアが固定されています。この固定したクラウンギアが肝になってきます。これがあることでこの手で持ってるパーツを回せば、あのサーベルの動きが再現できるわけです。ほら、なんか確かこういう動きだったでしょ。機構のざっくりした説明は大体こんな感じです。ということで組み立てました。モーター一つでこの動きができてめっちゃ感動してます。それであとはスラスター部分のパーツをつけるだけですね。はい、サーベルの片側のユニットがこれです。ここでちょっとプログラムの解説をします。まずマイコンは Arduino を使ってます。それで Arduino に用意されているサーボのライブラリを使います。全部書いたらこんな感じ。こんだけ。サーボモーターを0度にして 2000mm 待機、180度にして 2000mm 待機するだけのプログラムです。プログラムはこれで終わり。解説が適当とかそういうことは気にしてはいけない。サーボモーター一つを180度動かすだけでこの動きになってるなんて不思議ですね。もっとすごいプログラムを想像してたかもしれないですがこれが現実です。制御のことはよくわかんね。
まあ LED とかもあるし腕とかも合わせたらサーボが増えるのでもう少しややこしくはなりますが基本的にこんな感じです。あとは反対側のサーベルのユニットを作って分岐基板を入れて LED つけて組み立てたら終わりです。コンタクトの圧着して端子をつけます。圧着は下手くそですがお気になさらず。端子は XH をメインで使ってます特に理由はないです。あ、サーボには QI 端子を使ってます。サーボモーターにもともと QI 端子がついてるのでそれに合わせてます。あとはなんやかんやして全工程終了。サーベルがちょっと浮いちゃってますが、ちゃんと修正してます。ではでは動かしていきます。めっちゃかっこいい。控えめに言って動きがエッチすぎて最高ですね。はい、今変形速度速すぎでね。ってコメントしようとしてる変形速度警察さん。今回はちゃんと速度落としたやつもご用意しましたよ。変形が速くてもゆっくりでもどっちもかっこいいですね。ちなみにユニコーンのバックパックがこれなんですが、2、3年分の改良が一気に詰め込まれた感がありますねー。それは言い過ぎでしたね、すみません。省いたとこも動かしてデザインも良くなってバランスも良くなって最高ですね。このバックパックは変形の完全再現って言っても大丈夫かな。永遠に見てられる派。左右のサーベルのタイミングが微妙にずれてるのが気になりますが許容範囲ですかね。この最後にカチッってハマるのめっちゃいい。はい、ということでバックパック編でした。個人的にかっこよすぎて何も言えねえ。ですわ。これで上半身の部位がほとんど揃ったので次はようやく胴体ですね。胴体も例のごとく一から設計するので、次回の投稿が開くかもしれないのですね。間に頭の変形機構の解説動画とかやるかもしれない。ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは今回はこの辺で。